午前中の授業お疲れ様でした。ということで、ここではですね、レッスン 2stay hungry, stay, stay foolish のイントロダクショントリビアトリビアクイズっていうことですね、まあ。スティーブ・ジョブズとか、また、あ、は彼の周辺、えー、会社も含めてですね、まあ、そういったようなちょっと、えー、雑学を集めてみましたと、ああいったような趣旨でクイズを作りました。まああのー で、今回ですね、こういったようなクイズをやってますけども、これ、実はですね、速読の練習としても、えー実,はえー、実は実施しています。ですのでね、まあ、本当にあの、教科書を一生懸命予習をして、ある程度背景知識があるところで、でもそこで、あの、高速でね、あの、文章を読むと。ああいう部分も含めてですね、まあ、内容理解と合わせて、まあ、確認してもらえればな、思います。2番です。 えー、スティーブ・ウォズニャック、えーまあ、知らない人多いですよね。まあ、正直ね。あの、アップルコンピューターを立ち上げた二人のスティーブがいるんですけど、まあ、そのうちの片割れなんですけど、まあ、授業中にも話をしましたが、まあ、スティーブ・ジョブズとですね、ウォーズニャックの関係っていうのはですね、私的に言うと、あの、これ誰かも言ってたと思うんですけど、のび太くんとドラえもんなんです。で、のび太がスティーブ・ジョブズで、ウォーズニャックがドラえもんなんですね。 で、スティーブ・ジョブズがですね、えー、ウォズニャック困ったよーって言うと、で、あの、ウォズニャックが何伸びたくーとか言って、えー、どこでもドアーみたいな感じで、えー、アップルコンピューターとか言って作るっていう、そういう、ま、構造、えー、というか、まあ、あの、本当に根っからなんですね、コンピューター科学者であり、まあ、どっちかというとですね、あの、スティーブ・ジョブズっていうのは、まあ、コンセプトを作るのが上手なんですね。で、あとセールストークですよね。 あとけ引き、人との駆け引きとか、そういうのはう非常に上手だった、えー、わけですけど、やっぱりこう、コンピューターを開発するとか、プログラミングを開発するという意味では、うん、まあ、大津役にかなわなかったということだと思います、えー。次、3番目。まあ、これは皆さんご存知で、人も多かったという、えー、ことですね。ビル・ゲイツでございます。マイクロソフト社の、まあ、今、会長なんですかね。はい。まあ、一線は退いていますけれども、で、何年か前にですね、 あのこれから世の中に人がたくさんしてるのは戦争ではなくって、えー、疫病なんだパンデミックなんだっていう話をテッドでしてるんですねでそれが最近また注目を集めていてまあ逆にベルゲイズ自体はまあそ予見はしたんだけども防げなかったっていう、えー、なんかこう後悔のですね えー、なんかモノログかなんかこの間出てたと思いますけど。まあその、えー、ベル・ゲイツですね。えー、4番はこれティム・クックね。あの、ティム・クックっていうのはまあ今のアップルコンピューターの CEO なんで、今、アップル製品の例えばプレゼンテーションとか、年一とか四四半期ごとにプレゼンやってるんですかね。はい。えー、で、まあ彼がプレゼンをするという形になっています。えー、5番。 えー、What's this? ってことで、まあ、これは、あの、マッキントッシュコンピューターですね。えー、マッキントッシュ。えー、これが、まあ、後で出てきますけど、あーマッキントッシュって、まあ、イギリスのですね、イギリス原産の、えー、リンゴの種類の名前から取られてるてね。まあ、アメリカでも結構、まあ、要は日本で富士みたいな感じですね。はい。えー、って、まあ、結構有名な、あの、メジャーなリンゴの品種の名前出すことです。まあ、オーリンとかですね。あの、最近だとオーリンとかいろいろありますけど、まあ、そんなような感じですね。 はい、あファミリーコンピューターで皆さん知らないんですか任天堂のね、ファミコン、ファミコンですよ。ああちょっと知らない人多いんでちょっと,ちょっとショックですね。はい、六 <laughs> 6、uh, What did Jobs and Wozniak do at the, the first job of their own? えこ,のあこの言い方ちょっと、ね、覚えておくといいと思います。あの形容詞をですね前にあんまりたくさんくっつけないのが大事なんですね。で The first job と言っておいて、誰の、ね、the, uh, their first job って言ってもいいという人もいますし、口語ではそういう言い方するんですけど、書き言葉ですよね。で、言ってるだけ of their own っていうのを their の代わりに使う、ね。で、名詞の後ろに置くっていうね、こういう就職の方法があるというのはまあ覚えておいた方がいいと思います。で、ビジネスとして、えー、彼ら、 ね、ジョブズとボーズニャックが最初にした仕事って何ですか、まあ、ひどい話なんですけど、えー、まあ、多分皆さん想像で Apple One っていうコンピューターをね、えー、開発したと思いがちなんですけど、実はですね、えー、sold an illegal device、えー。え何をしたかっていうと、長距離電話、昔すごく高額だったわけですけど、ロングディスタンスコーとも言います。まあ、長距離電話ですね。で、それをですね、まあ、 ハッキングしてですねあの、無料で長距離電話をかけられるデバイスを、まあ、作ってですね、売ってたということなんですね。はい。えー、C、uh,、What for Hewlett Packard Company? Hewlett、え、Packard、ー、っていうのは、まあ、当時からあるコンピューター企業ですね。今も HP という形であのパソコンも売ってますしね。結構かっこいいやつ売ってますけども。えー、まあ、で、ウォーズニャックがそこにあの働いていたわけです。 はい。次です。I graduated from、uh, a famous university in the US.、Uh, 全然その話しないよね。えーえー、Windows XP が出たのは2000年入ってからですで絶対ありえないんですけど絶対ありえないっていう答え24人もいたので、ね、ちょっとびっくりしました。えー、次です。7番。Which of Japanese cultures was、uh, influenced by?On、ね、は何々に影響を与えるんですか私も間違えてますが。 イン、uh, influenced by ですね。修正しておきます。まあ、後で修正します。まあ、あの、ここで言っとかないと、なんか渡辺が勝手に書き換えたっていうのを言われるとあれなので、一応ここで、あの、訂正をさせていただいてから直したいと思います。はい。で、何によって影響を与えられたかということで、ことは禅ですね。禅の文化です。禅宗です。で、まあ、あの、座禅のとかですね。あとは、まあ、ミニマリズム。 えー、なるべく物を減らすとかですね。えー、シンプルにいろんなものを表現するっていった引き算の美学を彼は前から学んだと言っています。ちなみにあの、アニメはまあ見てたかもしれないんだけど、まあそういったような記述はあんまりな、えー、見られません、えー。で、シェントリズムは神道ですね。で、サムライはまあその浮世絵はまあわかりますよね。はい、ということでまあ、あのー、一応前から、 で、なんか日本の禅のですね、同志からいろんな教えを直接学んだとかですね、あの、有名な層を、えー、なんていうか、層に別層、えー、を与えて、で、そこへ住まわせてですね、そこに足しげく通ってたと、えー、いう話もあるぐらいから禅に系統していて、まあ、そのことがですね、例えば素晴らしいコンピューターのインターフェースであるとかですね、滑らかに動く、あ iPhone のですね、あの、アイコンとか、ああいったようなものを、をまあ、た、とかですね、こう、アイ、アイコンをマウスでカーソルを動かして、そこまで持ってって、カチカチってやるんじゃなくて、直接アイコンをタッチして、動かせればいいよね、とかって、そういう考え方をですね、前から実は影響を受け,受けているということです。面白いですね。8番、え、uh,、which of these universities did、uh, Steve Jobs graduate from? あの、予習してれば、あの、わかるんですけど、あの、ウィル・カレッジは卒業してないんですよ。中退してるわけですよ。で、えー、スタンフォード・ユーバーシティはスピーチをしてる大学なんで、まあ、そもそも通ってもいない。えー、ジョン・ホップキンス・ユーバーシティはですね、実はこ次のレッスンで出てきます。<laughs> ということで、答えは d 卒業してないわけですから、Now of Ds ですよね。はい。9番です。えー、 なぜスティーブ・ジョブズが彼の会社を Apple という名前名付けたのかということについていくつか噂がありますよ。And、which do you think is true?、はい、どちら、どれがあなたは本当だと思いますかということは、まあ、これはアンケート調査でございます。A. It is said that Steve wanted the name of his company to come out before the, one of the companies. He worked for. 彼が働いた会社の名前のよりも前にですね、自分の会社の名前が現れてほしいってジョブズが思ったという話。これ、こういう話もあります。まあ、前に働いていた当たり者っていう会社なんですけど、当たりよりも前に、Apple は前に出てくるか、まあそういうこと。まあ まあ、ひいてはですね、まあ、えー、そこよりも有名になってほしいってことが、まあ、彼は思ってたのかもしれないです。B です。Because Steve loved the Beatles, they have established their company Apple Records. が、まあ、正確なんですけど、まあ、Apple という名前の会社を Beatles が設立していて、で、Beatles、えー、が Steve Jobs が好きだったのでっていうことですね。まあ、これも一つあの、理由としてあるんじゃないかと言われています。C。C あもっと言うとですね、まあ、スティーブ・ジョブズ、当時、当時なんで、あの、ヒッピー文化なんですね。アメリカの若者としては、ヒッピーってわかりますかねあの、こう、ラッパズボンみたいな、あれを履いてですね、あの、髪がで、こう、もじゃもじゃで、あの、ジョン、ジョン・レノンみたいな、丸目ガネしてみて、ああいう感じですよね。ああいう感じで、まあ、要は、工業化社会とか、戦争とか、えー、政府の、えー、統制に縛られない、 自由な生き方を、えー、模索するっていうのが当時のヒッピー文化で、彼はそれに影響を受けていたので、まあ、当然その申し子であるビートルズにも、えー、系統していたと、まあそういったような、えー、ことだと思います。まあ当時の1970年代の文化的背景、社会的背景を知っていると、まあ、なんとなく推測できるのかなと思います。次です。えー スティーブは said to name the company after name n y a f t e r ny-name after ならなにちなんでこういう事柄があった後なのでということですけどねはい、えー、なんで聖書の禁じられた木の実の、まあ、個人に基づいてっていうことですよねはいに、えー、ちなんで自分の会社の名前をつ、えー、けたと言われているっていうことですはいまああのこれも後で出てきますけどあのどうしても アメリカで、またはヨーロッパ圏で、かじったリンゴのマークっていうと、もう絶対アダムとイムなんですよ。あのー、失楽園違うな。楽園追放だ。<laughs> 見ると思う。えー、あれですよ。だから、うんと、神様に作られたアダムとイムっていうのは、えー、まあ、何も知らずにですね、楽園に住んでいたわけやけど、で、悪魔の使い方なんかの、 えー、悪い毒蛇がですね、えー、あの知恵の実を食べると、うん、知恵がつくいいよ。で、あれを食べると死ぬって言われてるんであれ、あれ食べると死なないから、食べ、食べて自分で知恵を身につけた方がいいよみたいな、そそのかされて、で、イブがそれを食べて残りをアダムが食って、で、あと、知恵とかですね、恥、いのこ感情をですね、身につけて、 で、神様に楽園を追放されるっていうのが我々人間のスタートだっていうのが、まあ要は、旧約聖書とか聖書に書かれている、まあストーリーなんですけど、まあそこから通ったっていうことですね。次、D です。スティーブはアップルダイエット。<laughs> これ本当だなのかいって話なんですけど、えー、まあそれぐらい変人なんだっていう話なんでしょうね。スティーブ・ジョブズはですね、当時アップルダイエットをしていて、リンゴさえ食べれば、あの、 チャーマ浴びなくていいって、いうふうに思ってたっていう、まあそういうは噂があるんですね。はい。まあ複数のソースからそういう話を。えー、見つけたものですから一応こうやって入れときました。E は、これ、マッキントッシュコンピューターのマ、マッキントッシュっていうのはどこから来たのかって、その話を、えー、E はしてます。ですので、まあ E は当てはまらないんですね。はい。えー ということで、以外のとか、中で、皆さんは本当は選ぶと良かったのかなと思います。で、まあ、どれが真実かっていうのは、え b ノーバ k n ノーズなんで、はい。えー、10番に行きたいと思います。え p、ー、アップルのロゴはなんでかぜられたリンゴなんでしょうね。答えは A です。The designer tried to make it look like, more like an apple. 要はですね、こういう、なんだ。うん。丸書いて、 きょっとこういうやつだと、要はもう一個同じものがどっちかにあると、桜んぼに見えるということですね。はい。桜に見えないように、うん、一箇所かじっておけばリンゴでしょって、そういうふ、まあ、風なイメージでデザイナーは書いたんですよ。で、最初のですね、アップコンピューターのロゴは、あのニュートンが えー、リンゴの木の下で座ってるっていう、そういうものだったと思うんですね。で、まあそっからまあちょっとリンゴっていうところだけ取り出してっていうのがまあ一応流れであるわけですけどはい。ただあのデザイナーさんも言ってるんですけど、えー、この後いろんな噂が出て、そっちの噂の方がなんかすごくファスネーティングだっていう、えー、いう話がね、あの、まあ今年やからってるか、まあそういう時伝書いてあるんで、そうやって思ってるらしいんですけど。えー、例えばこう、人かじりってワン、 バイトじゃないですか。で、バイトって、データのタイムを1バイト、2バイトってあるじゃないですか。で、2バイトで1文字だっけね。で、あるでしょう。っ考えると、ね、えー。そうやって考えると、なんかこっちの方が、えー、面白いじゃん。掛け言葉とかね。えー、C、えー、これさっきのアダムとイブの話なんだけど、楽園追放の話なんだけど、まあ、そこから来てるんじゃないかとか、 えー、アイザック・ニュートンのリンゴの話から来てるんじゃないかと。あとは、あ他にはですねあの、スティーブ・ジョブズがベジタリアンだったからどういうことって、そういう話もいろいろあるんですけど、まあですね、あのそういったような、い、ま、ろ、あ、んなおひでいろいろついてるんだけど、結局はですねあのかじったリンゴのデザインっていうのは、まあ、その方がリンゴっぽく見えるでしょう、まあそういうデザイナーの意図から来てるってことですね。 はい。11番です。え h t t k i n はい。これ、あの、個人的に聞いてですね。あの、岩本先生と高橋先生がアンドロイドです、えー。他の3人は iPhone と。ちょっと個人情報で申し訳ないなと思ったんですけど、まあ、皆さんが去年ですね、あの、どれぐらい先生たちのことを見てきたのかということをちょっとですね、試させていただきました。で、えー 猪島先生は新しく落としたんで、まあ分かんないのは、まあしょうがないのかな、と。はい、いうふうなことが分かったので面白かったです。はい。えー、ということで、12の、えー、答えについてはですね、ちょっと私いろいろ考えちゃったので、あの、しかもこれ右側に、あの、書いた人の名前出てきちゃうので、ちょっと一回ここは止めたいと思います。えー、あとはですね、えー、ちょっと別点で、あの、大事なところだけ抜き出して解説動画作ろうと思うので、 えー、そちらの方はちょっと別途楽しみにしておいてください。ということで、本日の3本目の動画以上で終了です。お疲れ様でした。